はい、皆さんボンジョルノ、ブリーダーの中島です。今日はですね、告知が、皆さんに告知があります。今日、このマルシェをね、徳田種苗主催で開催してるんですが、告知はこのマルシェではないんです。徳田種苗公園公益財団法人日医協会主催のオンラインセミナーが開催されます。で、今日は、徳田種苗マルシェを今日やってるんですけども、このマルシェの会場にそのオンラインセミナーの講師の方をお招きしています。藤井康子さん、こんにちは。こんにちは。ボンジョルノ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 。発音が異常に。藤井康子さんなんですけれども、イタリア、ローマ在住、はい、今は日本に帰ってこられてる、はい、20年。ご職業はオペラ歌手。オペラ歌手の藤井康子さんです。私は感動したんですけど、このコロナ禍始まった時に YouTube 動画で、オペラ歌手の方々がいろんなところでリモートで参加されて合唱されるっていうのが、もうすぐだったんですよね。初めて多分あれだけ出回ったリモート合唱。そうですよね。応援ソング、はい、コロナに負けるの頑張ろうみたいな感じですよね。 そうです。そのね、オペラ歌手がバーっていっぱい出られてる中に日本人一人だけでしたよね。そうですね。日本人さんでとして参加されて、私はもう非常に誇りに思いました。ありがとうございます。で、あと、イタリアで番組タレント活動なされていて、はい、テレビ番組にレギュラー出演させていただいております。イタリアではだから非常に有名な日本人ですよね。面白い日本人面白い、はい、そう、そんな藤井さんがですね、オンラインセミナーで、イタリアの文化を紹介する。そうですね、イタリア文化という、こがましいことは無理ですが、イタリアの長いので、イタリア生活とかイタリアの暮らし、そしてイタリアの有名な音楽、日本でも知られているような、世界中に知られているようなイタリアの名曲、そしてイタリア野菜をのご紹介を通じて、イタリアらしさを学んでいただけたらなと。そういうセミナーがあります。今日ね、せっかくマルシェに来ていただいているので、ちょっと一緒に回りながら野菜を見ていこうかなと思うんですけれども、これ見てたんですけど、私いつも野菜市場に行くんですね、週1回、で見ます。もうこのカゴにバサッと、このまま、はい、これはパッケージで可愛くなってるけど、そのままですもんね、イタリア。どれぐらい欲しいって、もうね、おばさんが、はい、袋を持って一つかみ、いや、もっともっともっとって言って、これぐらいの大きさの袋にギュッと締めて買います。もう体にいいから。生で食べます。私は生が好きで、いろいろ味見を、ね、味をつけて食べますけど、イタリアのフカリーニョゲールはちょっと苦い、ちょっと苦い、ちょっともうちょっとしっかりしてる。イタリアの方が苦みが強いけど、向こうではニンニクで蒸し煮にしたり、オイル煮にしたり、蒸し煮にしたりしますね。で、それを日本人の口に合うように改良したのがこのカリーニョゲール。美味しい。よかった。よかったよ。結構最近スーパーでも手軽に日本でね、見つかるようになって、だいぶね、とても嬉しいです。とても嬉しい。そうですね。ご飯、砂糖水。カリフローレ。カリフローレ。これね、フィオレットって呼ばれてる、でシチリア産が売られてます。あ、シチリア。で栽培されてるね。そう、素晴らしい。結構立派なカリフローレですね。アメリカでもおしゃれなスーパーマーケットにフィオレットって言ってて、すごい美味しい。現地で買い物されて、現地で料理されてますからね。これは？これ初めて見たけど、これピノキオ。ピノキオのちっちゃいやつ。ああ、はい、便利かもしれない。これなんかこうオリーブオイルにこうやって食べつけて、そう食べたら美味しいですね。そうなんですよ。セルバティカとかですか？これはもう、これでも日本でもなかなか売ってないでしょ。売ってないです、売ってないです。まだね、栽培がちょっと難しい面があるので、まだちょっとイタリアでも、でもすごい当たり前ですよ、ね。もうこれ当たり前で、もうこうガブって買って、ガブって買う。買う、大きい袋に入って。で、サラダに混ぜて食べたり、あとね、すごい面白い食べ方は、パスタと一緒に茹でるんですよ。茹でちゃう？ちょっと最後の方に茹でる、で、トマトソースとトマトのミニトマトとかをちょっと調理して、ソースみたいに、ちょっと半分溶けたソースみたいにして、パスタとこれと
あえるだけで、あ、まあ、そう、もう簡単料理ですよね。三色器、イタリア三色器。ああ、本当だ。うん、そう、美味しい。それ結構いい、美味しいですよ。なんかね、日本で料理しようとするとついついこうなんていうか豪華なおしゃれな感じに仕上げようとするんだけど、今みたいなのいいですよね、家庭料理。あとお肉のね、ローストビーフにも合わせてもいいし、バルサミコ酢と、パルメジャンに削って、いろんな、私はね、変形の使い方があってで、サーモン、スモークサーモン、向こうにほらお寿司がないでしょ、なかなか。お寿司屋さん行ってもいいけど、ご自宅でできるんですけど、箱寿司っていうかね、押し寿司みたいにする、で、そのタッパー、プラスチックのタッパー上にまずスモークサーモンを引くまずスモークサーモン、で、酢飯を引く、で、この、ルーコラ、アセルバンジカを引く、向こうでよく見つかる、で、またご飯で、それをお弁当によくする。すげえうまそうですね、これいいそうですね。他にはこれは大好きです。大好きですか。ちょっと苦みがあって、そうです、ね、しかもこの色がやっぱり濃いのが体にいいんですよね。そうです、そうです、イタリアだと2種類あるけど、こういう赤いこういうのと、あとこう縦長のやつ、トレビーゾー。あっちでももうちょっと苦いかな。そうです ね、苦み強めです、ね。私はこれは、まあ、生のサラダ、まあ、よく使いますけど、あとはね、オーブンで、縦にこう割って、はい、でオーブンで焼くだけ、うん、でオリーブオイルしてほしい。おいしいですよね。美味しいんですよ。グリルがね、日本ではなかなかまだやり方としてこう普及してないですよね。だって日本でもグリルやりますでしょ、オーブンで。あんま一般的じゃない。オーブンに並べて入れる、簡単ですよね、うん、すごく美味しい。生グリル一番美味しいかもしれないです、ね、火が通った方が苦みが、うん、出てきますね、ちょっとね、ワインとかに合う感じ、大人のお料理ですね。野菜、あ、カーボロネロ、これあれですね、もう全部止まりますね、もうねカーボロネロとかチーマ、日本で売ってんの、日本で売ってんの、すごい。そうですよ、これ多分ね、埼玉、ほら埼玉市さん、いやー素晴らしい、素晴らしい。私これ大好き。これはね、うん、もう本当に、本当はもともとプーリアの、うん、プーリアのね、お祭りもあるんで、全国でやっぱり親しまれてる、はい、もうほうれん草のおひたしみたいにポピュラーな、あ、もうそんな感じですか。そうですね、チメディランはだいたい茹でて、オリーブ油とニンニクで、うん、ちょっと炒める感じ、うまそう、うまそう、絶対うまい。それでも美味しいし、私はまあこうそのまま葉っぱだけちぎって、うん、まあ、先の方の茎もいいな、ちょっと取って、で、こういう、ね、花のところもね、で、パスタと一緒に茹でて、パスタと一緒に茹でて、茹でるだけ、で、オリーブオイル、ちょっとクタクタにする感じでしょ。そうそう、あ、まあ、絶対うまいやつですね。もう時短料理、最高です。最高、これは本当ふるさとのお袋の味ですよ、チーミーラカーボロネーロ、これは結構煮込んだ方が、私はでも先の方を、はい、直接オリーブオイルと、ほんのちょっとのお水と、ちょっとなんニンニク、うん、それで蒸し煮にする、あ、蒸し焼き、蒸し焼き、もう嬉しいですね、これ日本で見られるのこれあれですね、話止まらなくなってしまった、止まらない、やめましょうね、野菜見てもありましたけれども、満足です。満足ですか、はい、もう今はもう本当に日本でこんなにイタリア野菜を見つけられるっていうことにとても感動してますね。まあ、まだまだね、まだまだこれからですけど、でもやっぱり、調理法とかはね、そうなんですよ、わからないんじゃないかなと思って、で、私のそのオンラインセミナーではもう簡単な家庭料理、家庭でも本当に日常的にもう本当に週に 2,3 回も出てきちゃいそうなお料理を簡単、しかも私ですから、ズボラ主婦ズボラ主婦私が、いやいやいや、簡単なお料理をご紹介して、もっともっと楽しんでいただけたらなと思います。そうなんですよね、藤井靖子さんとは我々もね、その野菜の開発をしていく上でいろいろアドバイスもいただいているんですよね。いや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 、もう私のイタリア大好き、野菜大好きなので、イタリア大好き、野菜大好き、そうそうそう、野菜が大好き、もう野菜がなければ野菜命ですからね。あとほら、ね、イタリアに住む日本人目線でのイタリア野菜の楽しみ方っていうのは、そうですね、貴重ですよね。ありがとうございます。貴重です。イタリア人の感覚とはまたちょっと違う、そのものを楽しんでらっしゃる方から少しこう日本風にアレンジされたものなんかもね、いろいろアドバイスいただいてる。
ところですもんね。ですね。イタリア、日本の野菜もイタリア人に今はね、かなり受けてるんですよ。そう。うん、そう株とか。ね。うん、そう。日本の。時田の野菜、ね、時田のサラダラティーナさん、そうそうそう、それ知った時すごくびっくりしました、ね、うん、私はよく行ってるあの無農薬野菜のスーパーマーケット、うんうんうん、なんで無農薬野菜のスーパーマーケットに行くかっていうと、そういうところにこういう珍しい野菜が多いから、ね、ちょっと意識高い系野菜というか、そう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 、そうするとやっぱ日本のお野菜があったりするんですよね。なるほどね、うん、あ、もうラティーナ、サラダ、サラダラティーナびっくりしました。それは後でその嬉しいな、発見した時の喜び、うん、これかみたいな、はい、はい、ぜひ皆さんあのふるって、セミナーご参加ください。ここに出んのかな、出るよね、よろしくお願いします。では今日も藤井さんありがとうございました。ありがとうございました。グラッツェ、グラッツェ、グラッツェミレですね。チャオ。では皆さんチャオチャオ